西宮市長の石井敏郎です。新型コロナウイルス感染症の拡大が西宮市にもおいても勢いをつけて、多くの方の陽性が確認をされております。現状について、皆さん方とこの現状を共有をし、そして改めて市民の皆様方に感染拡大の防止にご協力いただくために、このビデオを流させていただいております。 まず現状ですが人口10万人当たりの感染者数赤いグラフが西宮市のデータでありますけれどもとても多くの感染者が出ていると報道される大阪に近づく10万人あたりのの感染者数の状況ですこの原因はやはり往来がコロナ前に近づきつつあるというふうに考えております。これが 西宮と神戸市中央区への訪問者数、このデータ分析したものであります。実際、コロナ前の水準に戻りつつあるということです。大阪市北区への訪問者数は、ほぼ戻りつつありますが、おおよそコロナ前の1、2割減というようなベースにとどまっています。テレワークなどの普及も考えられますが、 こうした現状の中、感染の拡大があるんだというふうに推察をされます。こうした中で皆さんにお願いであります。一つが日々の行動の記録をしっかりと把握をしていただくということです。誰もがコロナになりうるこの状況の中で、どこからもらってきたか、もしくはどなたに移した可能性があるかということを保健所としてはしっかり把握せねばなりません。 誰もがコロナになると思って過ごしておりませんが、なったと聞いて、晴天の霹靂というような方がほとんどです。一方で、そこでしっかりと過去の行動履歴を把握しておいていただくと、調査がスムーズに進み、行政としても対応しやすくなり、新たな感染の拡大というものが防げるというふうに考えております。ぜひ、今日からでも行動履歴の把握というのをしっかり行っていただくようにお願いいたします。 そして最後に、改めて申し上げます。市民一人ひ人の行動が大切です。マスク、手洗い、換気、そして密を避ける、こうしたことを徹底をしていただき、全ての西宮市民の皆さん方とともに力を合わせて、このコロナの波を乗り越えてまいりましょう。